これフランクドッグのこのこっちのソーセージドッグの方がむちゃくちゃ懐かしいんやけど、はい、泉屋でもこれが一番売れてたん？いや、そうでもないです。泉屋で一番売れてたんは？やっぱり、うん、泉屋で一番売れてたのはスイートチョコなんですよ。スイートチョコ、あ、これな、これな、はい、はい、で、これはもう全く泉屋で食べた味になっちゃうの？いや、もうほとんどもうベースはもう泉屋パンで、うん、あと材料は、うん、あの泉屋の時よりも美味しくしてますんで。あ、そうなんや。だからマーガリンとか、うん、そのホラとか、うん、根本的なものをちょっとグレードアップしてるんで、うん、へー、よりは美味しい、はい、そうなんや、うわ嬉しい。あ、これもちょっと懐かしい、はい、フルーツパンです、はい、フルーツパン。あと何、あの大ロシア、大ロシア、あ、大ロシア、大ロシア、これ私ね、まるまる食べたで。あ、そうです。育ち盛りで。他に何あったっけ？あとは、ネオスイートも最近化して。ネオスイート、はい。でも全部のメニュー覚えちゃうの、はい、作り方覚えちゃうの？いや、覚えてるやつもあるし、うん、そのレシピも残っちゃうやつもあるんやけど、うん、もうあんまりちょっとスーパーからの注文も結構入るんで、ちょっとある程度は控えめにしてるんで。へぇー。泉屋の工場で働いてた人でこんな、いや、もう誰もないです。もうここだけ、はい、これあったっけ？あ、ありました。これ、ね、ほんまに、これはもう結構もうロングセラーでずっと売れてた。バター、バター入っちゃうんだろ？はい、マーガリン。へえ。このデニッシュとかもなんか懐かしい。はい、ちょっと、うん、違うので、ね、僕作ってなかったんで、もう見よう見まねでそれは作ったやつです。へえ。形はそんな形で草履みたいなんでお客さんによう言われるんで、うん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 、そんなんやってって言われたんで。うーん、泉屋ってものすごいよう売れてたやんか、はい、どうだった？働いてて。いや、もう楽しかったです。楽しかった、はい、昔話を2つ3つ聞かせてもらうとしたら。昔話ですか？うん、なんかね、正月に食パンいっぱい作ってたんな、はい、正月用とか言うて、はい、マッシュポテト入れた特別の食パンとか、マッシュポテト入れた食パン、はい、あれは正月用だけしか作ってなかったんですけど。へえ。だけどね、やっぱりもうあんまり値上げはできやん状態で、うん、そうなんや。これ価格的には要するに安い。全然安いよな、はい、こうフルーツサンド240円ってちょっとすごいわな、はい、これってね、和歌山駅とか一番近いとこ卸してるとこってない？いや、ないです。もうここへ来なしゃあない。そこが新日鉄住金の中の、新日鉄住金の中にコーナーがあるんですけど、住金の中うちら入れやもんな、はい、もうほなうちらはここへ買いにスイートチョコに妹いてたの。いや、それはちょっとシャレのつもりで作ったやつです。妹は何入っちゃうの？メロンクリーム。メロンクリーム、はい、メロンちゃんか。覚えてるのもあるし、レシピ残してたのもありますんで、うんうん、それで、昔の味も覚えてるから、うん、それでこれやったら昔よりもちょっと美味しく泉屋の懐かしい味も残せていいかなと思って、うん、量産できる？そうですね、まあやっぱりだけどいいもん作ろうと思ったら、うん、やっぱり手作りなんで、やっぱり、うん、量産を考えるよりもやっぱり何ちゅうかな、自分がもうこれで出荷とか、これで店に出してもええと思うやつじゃないと、やっぱり販売がなかなか難しいと思うんで、うん、なかなかやっぱり、あ、これやったら出せる、これやったら出せやんとか、そうなんや、やっぱりそんなんもやっぱりほんま真剣でないと、やっぱりこのやっぱりお客さんがファンが多いだけにやっぱり、うん、多いわな、はい、ほんまにな、怖いぐらい多いですね。多いやろな、はい、だからもう真剣に毎日その泉屋のファンの、うん、なんちゅうのファンの期待を裏切らんようにやっぱり、うん、頑張ってますけど。そうなん、毎日ありがとうございます、はい。